こんにちは、聖書の学びをいたしましょう、それではお祈りします。天の地の神様、どうかあなたが私たちにあなたの御言葉を教えてください。主イエスキリストを見ないとお祈りいたします。アーメン。はい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 、ローマ書の学びを、したいと思います。もういよいよね、ローマ書もほぼ終わりの方に来てますけど、今日はですね、ローマ書の15章、7節から13節、タイトルは受け入れるという、タイトルになってます。今日のタイトル、受け入れるという言葉聞いて、どんな印象を持つ？なんか受け入れる、あるいは受け入れられた。なんかちょっとこう、温かい感じをするんじゃないかなと思うんですけどね。そもそも、まあ、パウロがこのローマ書を書いた、まあ、きっかけ言うかな。パウロは、まあ、ローマの教会がなんかもう大混乱を起こしてると。そんな中でこれ、正しい考え方をやっぱり伝えなくちゃいけない。で、手紙書くんですね。で、ローマの教会の大混乱はどうやらですね、このユダヤ人、まあ、もともとユダヤ人でクリスチャンになった人、それから異邦人、まあ、ローマ人やギリシャ人でクリスチャンになった人、まあ、二つのグループで、それぞれちょっと考え方が違うと。ほんで、先週、パウロは、信仰の弱い人の話が出てきたと思うんですね。信仰の弱い人っていうのは、まあ、林がルールを、まあ、作るいうかな、その、神に従うっていうよりは、ルールに従う方を優先する。で、まさに、実はユダヤ人っていう人たちは、まあ、そういった傾向があったんですね。ユダヤ人はルールを守ると。で、まあ、異邦人はそういったルール始めからないですから、まあ、ユダヤ人の文化じゃないですから、でも、やはり、ユダヤ人たちに、こうせんとあかん、ああせんとあかん、割礼せんとあかんとか言われて、まあ、どうも大混乱が起こってるのはこのローマの教会なんですよ。で、パウロはその、ルールの方を神じゃなくて、ルールに従わなくちゃいけないと言うてる人たちっていうのは、実は信仰が弱いんだと、ルールそのものが悪いんじゃないんですけども、どうしてもルールの方を優先してしまう。で、信仰の本当に強い人っていうのは、ルールに従うっていうよりも、その前に神に従う。しかも、もしルール、ルール言うんやったら、そこはもうルール一個しかないと。それは愛のルール言うかな。結局、愛のルールっていうのはある程度フレキシビリティもあるし、その場その場で、状況によって、まあ、変わるしということで、結局、その、パウロが言いたいのは、強い、信仰の強い人、まあ、愛の人っていうか、神に従う人は、その、信仰の弱い、人たちを、まあ、受け入れなさい。ただ、信仰の弱い人は弱いままでええのか言うたらそうじゃなくて、彼らは彼らで何が正しいのか、その、ルールじゃなくて、神様に従うこと、の方を、ルールに従うことが悪いんじゃないんだけども、ルールの方を大切にするんじゃなくて、神様に従うことを大切にせんとあきませんよと、そういった、まあ、知識を得るか学ばんとあかんよと、いうことを、まあ、先週、聖句から言ってくれたと思うんですね。特にね、信仰の弱いというか、ルール、これせんとあかんねや、あれせんとあかんねや、言うたら、言う人は、非常に簡単に、なんていうかな、人を裁いてしまう傾向もあるんですよ。このルール守れない人。まあ、教会なんかでもね、例えば10分の1献金をしましょう。まあ、そのルール、そのものが悪いんじゃないし、10分の1献金そのものが悪いんじゃないんですけども、それを守れない人を、人は信仰が足らんとか言い出しかねない。まあ、そういったことで、だからパウロはそういう人は本当は信仰強そうに見えて、本当は弱い。で、そういう人たちは学んで何が正しいのか、まあ、知ってもらんたかんねんことを、まあ、今まで言うてきたんですね。で、今日ちょっと7節、読んでみましょう。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。まあ、このこういうわけでって書いてますけども、ここではっきりと、キリストが私たちを受け入れてくれたように、あなた方もそのお互いに受け入れなさい。もう信仰が弱いとか強いとか、もういろんなタイプの人いるけども、受け入れなさい。で、この7節の一番最初にこういうわけでって書いてあったんで、
当然何かその前に言葉があって、こうこうこうだから、みんな受け入れたかんよという内容なんですね。まあちょっとおさらいも兼ねて、この7節の前の5節、6節、ちょっと読んでみたいと思います。どうか忍耐と励ましの神が、あなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それは、あなた方が心を一つにし、声を合わせて、私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒め、称えるためです。まあ、ここで、パウロが言うてるのは、結局、信仰の弱い人、強い人、ユダヤ人、まあ、異邦人、いろんなタイプ、いろんな考え方あるけども、それこそみんな、知識を増やして、愛の人に変わり、神に従うという、もう本当に一つのことに、まあ、集中して、みんな同じ思いになってほしい。みんな一つになってほしい。別の言い方したら、みんな一つになって、神を褒めたたえるため、つまり神の栄光を褒めたたえるため。だから、そのイエス・キリストがあなたたちを受け入れたように、あなたたちも、その、一つになるために、神を褒めたたえるために、あなたたちも受け入れなさい。で、しかも先ほどの7節の聖句でも書いてありましたけど、イエス・キリストが私たちを受け入れてくれた、まあ、その理由は、何でしたっけ？ちょっともう一回7節読むとこう書いてあったんですね。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように書いてますけど、つまり、イエス・キリストが私たちを受け入れてくれた、その最大の理由は、神の栄光のためや。また私たちが一体となってなる理由も神様を褒めたたえるためや。神様の栄光ってどういうことでしょう。これもちょっと考えてほしいんやけど、もう正直言って、うわ神様素晴らしい、すげえ、うわ神様あなたは何度素晴らしいんだと、まあ、褒めたたえる、ちょっと次のスライドを見ても、もう神様、もうすごい神様のこの宇宙の力いうかな、すごいの見て、うわ神様、あまりにも素晴らしい、すごい。ほんで、ちょっと次のスライドを見てもらうと、これ宇宙にね、なんかハッブル望遠鏡が、あるらしいんですね。ハブー望遠鏡、で見たら、なんかこんなんが宇宙に見えてんねんで、すごいなと思うけど、こんなんの雲みたいなんでも、もう、何十光年であるんちゃうかな。もう地球なんて全然ちっぽけでしょうね、多分ね。もう、とにかく、宇宙見ただけで、もう神様の偉大さ、凄さ、まあ、栄光、私たち人間見て、うわすげえ、神様なんと素晴らしい。これこそまさに神の栄光で、私たちはこの神の栄光をもう驚きを見て、見てると。ただ、ちょっとここでね、神様の栄光ということについて、ちょっとこう、びっくりするような、ちょっとことを言いたいんですけど、もう今から言うことを言うのは、もしかしたら、東先生何言うてんねんって言うかもしれんけど、ちょっと、時間ちょうだい。神様の栄光。神様すごいお方や。まあ、ここまではいいんですけど、これ、正直言うて、その、すっごい神様の栄光を分かる人がいなかったら、まあ、意味がないとは言いませんけど、うわ、神様すごいって思ってもらえたら、神様ご本人がもう偉大ですが、すごいお方。これはもうその世でいいし、正直言うて神様ご本人は、私たち人間が、うわ、すげえって言わなくても、全く必要ない。なんか神様ご本人が偉大なお方で、しかも三位一体の神様ですから、お互いのないで、この愛も永遠にあるし、そして三位一体の神様の間で、すごい、褒めたたえる、お互いに。まあ、基本的に、だから、神様ご本人は、私たちを必要とはしないですよ。でも、やはり神が選ばれたのは、私たちが神様の素晴らしい栄光を見て、うわぁ、すごい、わぁ、もうこれが実は、神様にとっては大切だ。何を言ってるか思うかもしれないけど、これね、一番わかりやすいのが、多分ね、当然人間は、なんちゅうかな、
例えば、子供、自分の子供がおったとします。で、子供が、まあ、親が何かこう、一緒にいて、そしてやっぱり子供の方が幼いから、親がいろいろやって、子供がですね、お父さんすごいとか、うわーすげーとか、お父さんかっこいいとか、なんか、まあ、子供と親の関係でもね、非常にこう、可愛い。あるいは、ちょっとこう、危険な言い方かもしれんけど、ペット。ペットでも、ワンちゃんやとか猫でも、なんか私たちが可愛がってると、すごくこう、私たちに慣れて、ワンちゃんの、で、犬来て、おいしょおいしょ。で、可愛いやんか、私たちを信頼してくれてる、このペットの姿いうかな。まあ、人形ペットと比喩するのは間違いかもしれませんが、まあ、何が言いたいか言ったら、私たちが神を信じ、神を愛し、そして神に自分の人生委ね、神様、はぁ、わぁ、すげえ、わぁって言ってるその姿が神様には可愛くて可愛くて、たまらない。っていうか、もう、神がすべてこの歴史、すべてに、まあ、私たち人間、天使も作られた最大の理由は、神の栄光を私たちが褒めたたえる。これが神様にとってはものすごく、まあ、愛の関係、いうかな、これを求めはった、つまり神、まあ、で、まあ、私たちを子供として、決めはった。実はすべて始める前に神様ご本人は何も始めなくても、当然ご本人自体はもう愛のお方で栄光ある方なんやけども、神がこの人間や天使を作ったら何が起こるのか神様全部知っていながら、もう当然罪が起こり、もうこの世の中のすっごい悲しいことがいっぱい起こり、悪が出てくるのも知ってたし、もう本当にひどいことが起こるの知ってたけども、それ以上に、なんと私たちの交わり、私たちが神の栄光を賛美する、その喜び、やがてクリスチャンが出てくると、神を憎む人もいてるけども、神を愛する人もいる。たくさんの人が地獄に行くことも神様知ってたけども、でも、私たちクリスチャンの存在も知ってはったんですね。で、これ、例えばエペソ人への1の4から5、ちょっと読んでみます。すなわち神は私たちを世界の元いの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は身胸と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。次、6節読んでいます。次の6節が一番大切な部分なんですけど、それは神が愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。つまり神はもうすべて始める、もう永遠の昔、何もかもこの歴史を始める、もうずっと前からなんと私たちをもう、まあ、選んでいたいか、私たちが現れることを知ってはった。そしてこのクリスチャンたちとの交わり、クリスチャンたちがまあ、この神様の栄光を褒めたたえること、理由で全て始めた。私たちを選ばれ、私たちが神を愛し、私たちが神様、すげえ、素晴らしい。神の栄光を表す。このことが神様にとっては素晴らしく嬉しい。で、このことのために、まあ、歴史がスタートしたい言い方いいのかな。他の箇所。イザヤ書の43の7節にもこういうことが書いてあるんですね。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。つまり、もうすべてのスタートポイント、まあ神様の偉大さ、栄光、まあこれが、この栄光を私、栄光の私たちが、うわ神様素晴らしい。まあ、賛美するいうか、もう、だから礼拝っていうのもものすごく大切。なんで礼拝せんとあかんかいうのは、それは神の栄光を褒めたたえる。安息日っていうのも、一生懸命働いて、7日目だけはそこは聖なる日としなさい。その日は私たちは仕事をせずに休んで、神の栄光を褒めたたえる。まあ、礼拝なんやね。礼拝は、牧師のメッセージを聞きに行くのが礼拝じゃない。礼拝の、もう基本は、もう、祈りと賛美、神を褒めたたえ、
礼拝するっていう言葉そのものを、もう神を崇拝する、褒めたたえるなんですよ。そして、まあ、牧師のメッセージがちょっとおまけについてるような。だから、結局、礼拝に行かなくちゃいけない。また行くべきだ。その理由はまさにそれなんですね。私たちが作られたもう根源の理由が神の栄光のためだと。はい、そして、また、私たちがこの地上にいる、この地球で、何も私たちクリスチャンになったんだったらすぐにパッと天国行って神様褒めたたいとったらええんちゃうかと思うかもしれませんけど、なんで私たちがこの地上に残されているのか。まさに、実は私たちがこの地上にいることによって、神の栄光を他の人もが称える目的。マタイの5の16にこう書いたんですね。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。もうまさに、このイエス・キリストが私たちを受け入れてくださった、その理由、また私たちが弱い人も強い人も受け入れなくて、どんな人も受け入れる理由、もうそれはまさに神の栄光のため、その、どれほど神様が素晴らしいお方か。そして私たちが生きていく中で、このクリスチャンたちの姿を見て、なんと神、他の人たちが神の栄光を褒めたたえる。最近私ね、YouTube 見てたら、なんか日本人の方で、クリスチャンになったなんか証みたいなのをやってる YouTube のあれが番組あったんですよ。で、そのなんで日本人の人がクリスチャンになったんですかって質問の中に、結構半分ぐらいの人が、それは自分たちが付き合ったそのクリスチャン、他の友達のクリスチャンがすごくええ人やったと。で、教会行ってみたらみんなすごくニコニコして素晴らしい人たちで、私もそんな素晴らしいクリスチャンになってみたいという、なんか憧れのようなものがあったんやなことを言い張るんですね。結局、クリスチャンの姿を見て、まあ、神様ってどんな方なんやろうと思い出す。神様、なんでこんなに素晴らしいんだっていうことなんですよね。つまり、私たちの存在そのものが、まあ、神の栄光を表す、ためなんだと。そして、この次8節読みますけども、結局、このローマにはユダヤ人とこの異邦人の2つのグループがいて、で、それぞれ主張が違うと。で、イエス・キリストはそもそも来た理由っていうのも、次の8節以降書いてくれるんですね。15の8、こう書いてあります。私は言います。キリストは神の真理を表すために、割礼のある者のしもべとなられました。それは、父祖たちに与えられた約束を保証するためであり。まあ、これちょっと発生そこで止まりますけど、つまり、イエスさんは、信仰が、まあ、弱いとパウロが言うてる、まあ、ルールばっかり、作って、しかもそれを守ろうと、ルールの方に従おうと、神じゃなくて、そっちの傾向があり、まず人をすぐに裁いてしまう傾向がある、まあ、ユダヤ人っぽい、そういったルール作り大好きな人たち。まあ、ユダヤ人、のためにも来てると。で、しかもそれには祖父たちの約束、つまり、イエス・キリストが来て、そしてそれはユダヤ、信仰の弱いと言われているユダヤ人、またこの、実は、この後、異邦人のためにも、9節、10節以降は異邦人のためにも来たんや。それは神の栄光を表すために来たんや。でも、特に、まあ、ユダヤ人にはですね、しもべとなった。そんで、しかもそれは祖父たちの約束も守るためや、言うんですね。イエス・キリストに関しては、もう、旧約聖書そのものが、実はほとんどもうイエス・キリストに関する予言っていうかな。旧約聖書ご存知のようにもうイエス・キリストが、来られる、まあもう1500年前から書かれてて、旧約聖書の、まあ最後の部分っていうのはイエス・キリストが来られた、まあそのまだ400年前ぐらいに書かれてるんですね。だからすごい昔に書かれた書物、その中にイエス・キリストの予言がもうたっぷり入ってると。ちょっと一例を言わせてもらうと、皆さん、イエス・キリストが十字架にかかった後に、二人の、人が、まあ、ちょっと道歩いてて、そして、まあ、お互いに話し合ってですね、あれ、イエスさん、十字架にかけられてもうた、死んでもうた、でもおかしいな、僕たちイエス・キリストこそ、聖書に書かれているメシアへ思ってたのに、って、こう二人が歩いてる時に、イエスさんがポコって現れるんですよ。で、お前ら何話してんねん、言うて、ほんとはイエスさんが、二人が、いやー、私たち、イエスさん殺され、十字架にかかっちゃったんやけども、あの方こそメシア思ってた、
言うたらイエスさん何と言ったか覚えてる？これちょっとルカの24の25か26のとこ、ちょっと読んでますね。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。次の27節。それからイエスは、モーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。つまり、イエス・キリストに関しては、もう聖書、旧約聖書も全体の中から、もうどことっても、まあ予言が出てくる。イエス・キリストが現れるという予言。いう内容になってますね。これね、実はすっごいことなんですよ。そうやな、他の宗教と、ちょっと比べさせてもらうと、どれほどイエス・キリストのが現れてくる予言が、すごいことが。例えば、ちょっと次のスライドを見てもらったらいいんですけど、じゃじゃーん、この人たち誰？っていう話になりますけども。一番、左端かな。これ、モハメッドさん。で、真ん中は、なんか偉い、あれですけど、この人は、ジョセフ・スミスで、モルモン教をスタートした、方なんですね。で、一番こっちの先、端は、文鮮明さん、統一教会をスタートした人ですけど、実はこの人たち、結構共通点があるんですよ。で、例えば、モハメッドさんは、実はモハメッドが現れるという予言、モハメッドという人は、イエス・キリストのからまだ500年ぐらい後の人なんですけども、モハメッドは、コーランの、スーラ、7の157、それと、61の6っていう、まあ、コーランに、私は、旧約聖書のトーラと、新約聖書の福音書にちゃんと私が来ることを予言されてたって、なんとコーラに書いとるんです。でも、申し訳ないけど、聖書のどこにも、またどんな聖書にも、そんなこと書いてないです。モハメッドが現れるのはどこにも書いてないんやけども、まあそうしないといけない。アリが生まれるって、どこにそんなの書いてあるねんと思うけど、書いてない。だから、まあ、はっきり言って、嘘やろうと思うんです。で、例えばこのジョセフ・スミスさん、このモルモン教のスタートした人、彼は、創世記の50章、実はモルモン教の、まあ、ウェブサイト行ってもらってもいいんですけど、モルモン教の聖書、言うて、入れたら、確かに私たちが今持ってると同じような聖書の、あれが出てくるんですけど、モルモン教の聖書のじゃなくて、ジョセフ・スミス訳の聖書。このジョセフ・スミスさんは、私が聖書を訳すで訳した聖書があるらしい、あるんで、そのジョセフ・スミス聖書の創世記の50章。実は創世記の50章っていうのは、26節までなんですよ。でも、ジョセフ・スミスさんが訳した創世記の50章は38節まであんねん。ちょっと12節、付け足しとる。で、その12節付け足した部分に、やがて、私、ジョセフ・スミス、実は50章というのは、ヨセフに関するところやね。ほんで、ジョセフさん、私もヨセフやいて、ほんで、12節プラスして、ほんで、私が来ることになってた、実は、このヨセフ・スミスさん役の聖書、そんなが現れる前の、どんな聖書にもそんな書いてないですよ。だから、まあ、ちょっと付け足して、私は預言者で現れるはずやったんとか言い出すんですけど。で、このちょっと最後の文鮮明さん。文鮮明さんは何を言い出してるか言ったら、私は再臨したイエス・キリストや、言うんですね。で、その理由が、イエス・キリストはマリアさんから生まれたやんか。だから私も、この再びイエス・キリストは、女の人から、まあ、生まれる。しかも、東の国から生まれることになってるんや、なってたんやと。その東の国はどこか言うたら、はい、朝鮮半島です。 で、ちょっと待って、東の国やったら日本だってフィリピンだって東の方の国ちゃうのと思ってまうけども、いやいや、朝鮮半島から男の子が生まれることが、になってたんや。だから私が、はい、再臨したイエス・キリストですってやってはるんですよ。でもね、聖書のどこにもね、再臨するイエス・キリストが生まれるとは書いてないですね。聖書は、
再臨されるイエス・キリストは、まあ、雲に乗ってくるいうかな、イエス・キリストが、昇天された時に、弟子たちがこの空を見てて、イエスさんが雲にバーッと包まれて消えていった。その姿を、パッと気がつくと、天使がいてて、天使が、あんたら何上見てんねん。ほんで、あんたら見てる同じ姿で、つまり雲に包まれて、イエスさんまた戻ってきますよと。だから、聖書はイエス・キリストの再臨は、イエス・キリストは雲に包まれて戻ってくると、こうなってるんですけども、文鮮明さんは、いやいや、私がイエス・キリスト。まあ、ね、しかもね、この三人さん、まあ、ちょっとまたスライド、この三人さんね、共通点があんねんな、面白いことに。実はね、この三人ともね、奥さんいっぱい持っとんねん、なんでか知らんけど、モハメッドはね、13人ぐらい。結婚してるんで、こちらの文鮮明さんも分かってるだけで、まあ、4人プラス、あと実は3人ぐらいいてて、7人ぐらい。子供が17人分かってるだけでおるんですよ、文鮮明さん。で、それだけじゃない、他にもね、いっぱい子供いてるらしいんやけど、その、自分が、と関係を持った女性の、で、生まれた子供は、その、まあ、信者さんに、が育てる形で自分の子供にしてないケースがいっぱい、どうも噂ではあるんで。まあ、それ、どちらにせよ、はっきり分かってるだけでも、もう、まあ、7人近い、奥さんいてる。で、真ん中の、ジョセフ・スミスさん。この人に至ってはな、30人やで、大体、奥さん。まあ、もうすぐ。で、しかもね、これ3人ともね、面白いことに、若い奥さんもらってるんだな。文鮮明さんは14歳の女の子。文鮮明さんの場合は、なんか自分の信者の、女性の、なんと娘さん、まあ、14歳やったら、小学生か、まあ、中学生ぐらいね、中学生、の女の子見て、小学校6年生ぐらいかな。ほんで、この子は私の妻になるべきやとか言い始めるので、奥さんにしても、ジョセフ・スミスもようにとって、彼も14歳の奥さん。しかもジョセフ・スミスはそれだけじゃないですよ。ジョセフ・スミスに至っては、他の男性の奥さんも、私と結婚せんとあかんねんって、無理やり、まあ、取ってもうてるいうかな、まあ、30人も、で、モハメッドに至っては、14歳どころか、モハメッド9歳の女の子を奥さんにして、正直言って、この3人の、まあ、他の、まあ、あまり言い過ぎると他の宗教の悪口に聞こえるかもしれんけども、でもそういった、まあ、事実かな、それと比べたら、正直言ってイエス・キリストと、この、他の、比べ物にならんですよ。イエス・キリストははっきりと、旧約、まあ、いちいちそんな自分で作らんでも、旧約聖書にはっきりとイエス・キリストの予言が書いてあって、しかもそれがもう大量にあって、ほとんど旧約聖書の予言はほぼイエス・キリストについての予言。だから、もう全然、もう言っちゃいけないけど、レベルが違ういうかな。ほんで、聖書ははっきりとイエス・キリストは、まあ、ここで書いてあるように、まあ、ユダヤ人のもとに生まれ、そしてその先祖たちへの約束も守り、来ましたと。そして実はですね、次は異邦人のためでもあるんですね。9節、10節、ちょっと読んでみます。また異邦人も、憐れみのゆえに、神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ、私は異邦人の中で、あなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこうも言われます。異邦人よ、主の民と共に喜べ。この、9節10節、まあ、それぞれ旧約聖書の、まあ、詩編と、新明記の、部分の予言、いうかな、言葉を、ここで引用してるんですけども、もう何が言いたいか言うたら、もう旧約聖書、もう、調べれば調べるほど、神様は、確かにイスラエル民族を通して、神の栄光を表すイエス様をそのイスラエル民族を通してくるんですけども、しかし同時に異邦人も、この神の栄光を褒めたたえるために選んでおられたんだ。つまり、もうすべての聖書の長い歴史の中で、神の、まあ、計画、それはユダヤ人だけじゃなくて、異邦人も計画に入ってて、すべての人のために、イエス・キリストは、まあ、十字架で罪を許すために亡くなられたんだ。そのすべての理由が神の栄光。つまり、やがてクリスチャンが現れる。そして私たちは永遠に、神様との愛の世界に入るんだ。まあ、親とこの関係が結ばれるんだ、いうかな。その私たちが神を褒めたたえることが、
ものすごくこう大切というか、その、あの、この、あの、あの、その、その栄光の目的というか、それが本当に、もう神様はもう喜びのその永遠の関係、まあ家族、そしてそれを求めて、まあ全部スタートをなさってるんですよね。そして、次の、11節、12節も読んでいます。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ、もろもろの国民よ、主を称えよ。さらにまた、イザヤはこう言っています。エッサイの根から起こる異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。もうまさに、このパウロが言うのは、まあユダヤ人たちは、まあ信仰の弱い人ってパウロ表現しましたけど、つまりルールを作って、んで、もう神に従わない、そのいうようなことをやってしまいかねない。でも異邦人たちもよう似てて、でも異邦人たちは、ルールこそ作らないかもしれないけども、でも、やはりこの、すぐに、まあ人を裁いてしまう、まあ愛が、だから私たちは愛の人、神に従う。そしてその理由っていうのは、私たちが同じ思いになって、一つになって、そしてお互いに受け入れて、どんな人でも受け入れて、そして私たち全てが神の栄光を表す生活。神様すごい。それが、そのためなんですよと。そして今日最後の、13節読んでみますね。どうか望みの神があなた方を信仰による全ての喜びと平和をもって満たし、精霊の力によって望みに溢れさせてくださいますように。ほんで最後、この13節で望みっていう言葉出てきましたけど、私たちがこの地上にいる間、もういろんな形で大変なこといっぱいあるんですけども、私たちは一つになり、神の栄光を表すために、まあ生きる。そしてそれはみんな受け入れて、イエス・キリストが受け入れてくださったように、イエス・キリストはもうすべての人のために死にはったんやね。もうそういう意味では、神は、それこそもうひどい犯罪者であっても、もうひどいこといっぱい、分かってるんやけど、それこそヒットラーのような人でも、一応神様は、その人たちのすべての人の罪のために、十字架で亡くなり、もし、極悪人であっても、どんな罪人であっても、神を信じ、神の栄光の方に来るんやったら、神の栄光を褒めたたら、神様に、私はこんな悪いもんですけど、どうかお許しください。なんとあなたは素晴らしいお方、その神の恵みを信じる。これだけで、なんと救われるんだ。まあ、神の、民に入るんだ。正直言って、これを書いてるパウロ自身が、まあ、極悪人なんですよ、彼。彼なんかクリスチャンを、まあ、多分牢獄に入れて、多分殺してたような、もう彼こそ、それこそ極悪人だ、超スーパー罪人やのに。なんと、神はこのパウロですら選び、そしてなんと、パウロに栄光の仕事もさせてる。まさに私たちは、神が私、こんな私たちでも受け入れてくださったように、私たちはお互いを受け入れるべきなんだ。こういう話なんですよ。それ自身が実は神の栄光になるんだ。ちょっと今日最後に、メッセージの今日最後にちょっとまとめとしてちょっと言いたいんですけど、このビデオを見ておられる方で、ちょっとあまり知らない方もいるとは思うんですけど、まあ私も、それから実は私の兄もそうなんですけど、結構ちょっと障害者の方に関する、まあ、関わりが非常に実は深いです。で、まあ知ってる方はね、私たちの教会いうか、私たちは障害者の方への、まあ、まあ、アプローチっていうか、ミニストリーをいろいろやってるんですけども、まあ、で、なんで障害者の方へのミニストリーだとか、そういうのをやってるか言うたら、まあ、正直言って初めからそうじゃなかったです。私、子供の時は、ちっちゃい時は、阪急電車乗ってても、なんか、障害のある方がいてたら、なんか怖いな、なんかあの人に襲われたらどうしようとか、ちょっと障害のある人、あんな人と近くに来たらな、そんな感じだったんです。子供の時は、なんか小学生ぐらいの時。でもね、ふとそういう時に思うのが、実は私のおばあちゃん。実はね、私の家は、私の知ってる範囲ではもう、私のおばあちゃん、私の母の母なんですけども、おばあちゃんだけが、私の家族すべての方では、クリスチャンです。昔から、私生まれた時から。で、私のおばあちゃん、私の母の母、まあ私の母は実は瀬戸内海の、まあ島の、瀬戸内海の出身なんですよ。ほんで、私のおばあちゃんは、まあその瀬戸内海なんですけど、ほんまに、クリスチャンがほとんどいない、
島で、ほんま唯一のクリスチャンが、もう一人なんか、友達のおばさんがいて、だから二人ぐらいしかクリスチャンいない。で、まあ、それ、そんなんやんですけど、私、毎年、夏になったらね、小学生ぐらいの時は、まあ、瀬戸内海ですから、あんま1ヶ月ぐらい、そのおばあちゃんの家に毎年遊びに行ってだから小学校2年、もうそうやな、幼稚園が行ったかな、1年、2年、3年、4年とか一番元気な頃、その島で夏を過ごしたんですね。で、その時の思い出の中に、私のおばあちゃんが、クリスチャンのおばあちゃんが、なんか全然、まあ、ほぼ同じぐらいの年のなんか、まあ、おばさんというかな、人となんか一緒、なんかよく、なんか座敷で話してて。で、この人誰やろ、だからその来てる、その、訪問してる女性をパッと見たら、一発でその人は、ちょっと顔もなんか表情やとか、その態度やとか、明らかになんか障害を持ってるのが分かるったんですね。ほんで、ちょっと変わった人のぐらいで思ってたけど、おばあちゃんをニコニコして、まあ、対応してると。で、そんな中に、私のおじいちゃん。このおじいちゃんはね、僕ら子供というかちょっとこう苦手っていうか、このおじいちゃんちょっと僕らやけもん言うてよ、やけもんよ、いわゆるね、すぐにカットシーンなんですよ。で、このおじいちゃん帰ってきて、で、おじいちゃんはなんとその女性見た瞬間、お前何してんねんや、出ていけって追い出しよったんですよ。ええー、と思って、さすがに小学校の僕もちょっとショックで、おじいちゃんひどいこと言うな思ったんやけど、まあ大人のなんか事情があんのかな。で、わかんない。で、その方の顔見たら、確かにね、まあ、眼球がまっすぐ前に向いてないから、一個どっちかに向いてたから、なんかちょっと僕、この小学校から見たら、いや、なんか怖ーっていうなんか印象パッと初め受けてしまったんですけど、やっぱり障害を持ったお方で、で、でもおじいちゃんはその女性を追い出すんです、家から。ひどいことするなと思いながら、後でわかったんは、その障害を持った女性、なんとおじいちゃんの、妹なんです。だから、早い話が、まあ、親戚なんやけども、その、おじいちゃんの妹で、昔何かあったみたいなんやけども、何かがあったんでしょうね。でも、その、私、さすがにね、大人の世界が、ようわからんかった。で、今から考えたら、どんなことあったんやと、おばあちゃんに聞いとけばよかったと思うんですけど、未だにようわからないんですけども、ただ、おじいちゃんは、その、障害のあった、その、自分の妹を家から追い出すん。で、でもおばあちゃんいつも受け入れてる。で、おじいちゃんいないときは、その障害のある方がおばあちゃんとこう来てるような感じやったんですね。だからね、私の印象としては、まあ、クリスチャンっていうのは、いつもなんかニコニコして、誰であっても、まあ、受け入れる。で、そんな印象を持ってて、そうこう言ってるうちに、まあ、私の子供もそうなんですけど、私の兄も、まあ、ちょっと障害を持ってる子供が生まれて、で、私なんかも結婚したら、やっぱり障害を持ってる子が生まれたらどうしようなんて思ってしまってたと思うんですね。でも、自分の子供が育ってきたら、まあ、私の場合は、長男が17歳ぐらいだったかな、精神分裂症というのがあって、英語ではスキッツフォニアにかかったいうのは分かったんですね。彼なんかは、おかしなこと言うんですよ。なんか遠いとこに行って、ほんで、お前、警察に見つけてもらうんですね。ほんで、警察から、なんか変な男の子が、17歳ぐらいの男の子が、なんか、街うろうろしてる。聞いたらもう何十キロって離れてる。ほんで、聞いたら、お前こんなとこに何してんねん言うたら、いや、僕は自分をここに置き忘れてきたから、取りに帰ってきてる。何を言うて、ほんで、また別のとこ行って、遠いとこ行って、お前なんでこんなとこにおんねんって言うたら、いや、実は、私ここに自分を置き忘れてたから、とか言って。で、なんか、ちょっと、ようわからないです。その、理屈が。でも、時にはね、彼はすっぱたかになって、もう17、18ぐらいになっている男の子はやっぱりね、筋肉もありますから、捕まれないですよ。すっぱたかになって、彼、家の周りを、まあ、走るいうかな、その、ほんで、やっぱり周りの人が警察に通報するじゃないですか、もう裸の男性が、夜中2時とか3時とか走り回るんやで、私も、必死になって彼を捕まえる、捕まってるところでシューンと、もうすごい力で逃げるし。ほんで、もう警察に、もうお願いやから撃たんといてくれと。アメリカの話ですから、まあ、殺されるいうかな、警察やっぱり裸で走り回ってたら、で、警察にお願い、彼はちょっと精神的な病があるから撃たんといてくれって、もう必死になって言うて、でも、なんか、ね、何時間も走り回ってるから、彼、花壇のとこでうつくまってて、いうところを捕まえたとか、そんなんが何回かあったりして、もうとにかく大変な、目をしましたけども、しかし、いろんなこと考えてみたら、その、まあ、いろんな障害がみんなあって、正直言ってね、みんなどっかおかしい。私も含めて、よう考えたらね、一番、あれ？俺が一番おかしいやんか。でも、
最も大切なこんな、このおかしな私を、またみんなどうかおかしいんやけども、神様を受け入れてくれた、このイエス・キリストはすべてのヒットラーのような人間でも、パウロのような人間でも、極悪人でも、どんなおかしな人でも、どんな変な私でも、神は受け入れてる。そのすべてが神の偉大さ、栄光の中に私たちが入ってる。そして神は愛を持ってすべての人のために死んでくださったんだ。これこそまさに偉大な神の栄光なんですね。イエス様はその栄光のために私たちを受け入れてくださった。だから、私たちクリスチャンは、その、誰であろうが、ユダヤ人であろうが何人でも関係なしに、もう、とにかく、人を受け入れる。これをパウロはここで説明してるんです。そして私たちは一つの思いとない。みんなが神の栄光、不完全なものが集まって神の栄光を表す。これこそ、まあ大切なんだ。これが、やはり正しい生き方なんだ。ということをここで示してくれていると思います。このこと、今日はこのことを思って、まあ、今日のメッセージで変えたいと思います。はい、それではお祈りします。天の一覧神様、今日のメッセージ感します。受け入れるということ、実は本当に大変な大切ことです。しかし、あなたが私たちを受け入れてくださり、そしてこのことによってあなたの栄光を表す、このこと本当に感謝します。またあなたが私たちを愛してくださり、あなたの偉大さをつくづく感じます。このことを感じ、そして、私たちを選んでくださったことを感謝します。主イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。はい、以上でした。バイバイ。